にちは、春風ツアーです。ポーランド旅行ワルシャワをご案内します。ポーランドはヨーロッパの中央、ここにあります。そしてワルシャワはこのポーランドの中の真ん中から少し東側の位置、赤い丸で示しているところ、ここが首都ワルシャワです。今回ご紹介しますのは王宮その2、王宮の中に展示されている、王宮は今博物館になっていますので、その中に展示されている、様々なお宝のほんの一部をご紹介します。こちらは王宮広場側から見た正面のシルエットです。この辺りは歴史、ワルシャワ歴史地区と言われているエリアです。それではポーランド貴族カロリーナ・ランス・カロリーニカ伯爵夫人のコレクションから、ケンペネール作のモラルなき人間性、実はこの絵は日本語のタイトルがないんです。英文タイトルだと The Moral Fall of Humanity というタイトルなので、そのまま訳してモラルなき人間性、ちょっと変なタイトルですよね。私もそう思います。訳したのは私です、すいません。続きましてこちらエスター・ライヒさんの肖像画です。エスター・ライヒさんというのはクラクフからワルシャワに遷都した時の王様ジグムント3世のお妃様です。そしてこのジグムント3世の長男であるブアディスワフ4世、ジグムント3世の長男ですけど、ジグムント4世ではなくてブアディスワフ4世なんですね。この辺の説明はちょっと今回は割愛しますけれども、そのブアディスワフ4世のアートコレクションが描かれた絵画です。詳細な年代や作者はここでは割愛しています。続きまして18世紀ポーランド国王であったポニャトフスキさんの儀礼塔です。儀礼塔というのは国事や何かイベントの時に、それ用のユニフォームにつける刀、あくまでファッションではないんですけど、そのユニフォームの一つですね。実際に戦うものではありません。ポーランド旅行、王宮の中のお宝のほんの一部をご紹介いたしました。春風ツアーです。